警察に捕まらないようにビクビクして暮らしてる。半立ちの土曜日、今日も俺は一人だ。土曜日の仕事はやる気が出ない。5月12日、新入社員の目が死んでいく。ここから味が出てくるんだぜ。俺なんかもう20年、たっぷり出汁が出ているぜ。特に首と耳の後ろ、腐った油の匂いがしている。若者よ、こうなったら終わりだぜ。早く辞表を出すべきだ。出汁が出てしまう前に、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 NHK が来たら殴る。ビクビクして暮らしてる。半立ちの土曜日、工場の始業前、バカ話をした。ありがとうだバカ野郎。うんこしてから作業開始。ベンチャーズが来るたびにゼロに近づく俺のライフ。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 インターネットを使って買い物をしていたら、とんでもない額の引き落とし。バカな俺、ニールヤングになりたくてビグスビー。所詮農耕民族、卵かけご飯が大好き。酒をやめて2年、白髪をブリーチでごまかし、若作り、愚痴をギターで歌い、しゃぶってもらう相手もいないまま、お祈りは欠かさず、コカ・コーラを飲んでいる。タバコを相棒に、軽自動車を飛ばす。諏訪岡谷伊那長野松本塩尻。俺の庭だバカ野郎。俺の庭だバカ野郎。出汁が出てしまう前に、出汁が出てしまう前に、出汁が出てしまう前に、ベンチャーズが来るたびにゼロに近づく俺のライフ。ゼロに近づく俺のライフ。
カップ焼きそばの湯切りの湯気に涙するおっさん。カップ焼きそばの湯切りの湯気に涙するおっさん。